ウォルター・マーチ、ウォルター・スコット・マーチ、ワルテル・スコット・マーチ、1943年7月12日帯は、アメリカ合衆国ニューヨーク生まれの音響技師、編集技師、カンバセーション、登場、や、地獄の目視録、ゴッド・ファーザー・パート3など多くの、フランシス・フォード・コッポラ監督作品に参加したほか、ゴースト、ニューヨークの幻や、イングリッシュ・ペイシェント、 コールド・マウンテンのような話題作の編集、音響作業を担当した。映画制作に様々な技術革新をもたらした多彩な人物として知られている。カナダの小説家であるマイケル・オン・ダーチェは、マーチのことを映画制作における真のルネサンス的教養人と評した。マーチはこれまでにアカデミー録音賞を2度、アカデミー編集賞を1度受賞している。 ウォルター・スコット・マーチは1943年7月12日にニューヨークで生まれた。父親は奇妙な味わいの生物画で知られたカナダ出身の画家、ウォルター・タンディ・マーチである。マーチは1965年にジョンズ・ホップキンス大学の一般教養学科を卒業。その後南カリフォルニア大学の映画学科に再入学し、そこでジョージ・ルーカスやジョン・ミリアスといった知域を得た。 また、同時期に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に在校していた、フランシス・フォード・コッポラとも知り合った。この頃に得た人脈が、後に、マーチの映画制作者としてのキャリアに大きな影を与えることになる。1967年に、南カリフォルニア大学を卒業したマーチは、友人のマシュー・ロビンスの後釜として、エンサイクロペディア・ブリタニカ・エデュケーション・フィルム社に、 雑用係と大道具として採用され、後編集を担当することになった。そこを退職したマーチはしばらくフリーランスとなり、コマーシャルフィルムの編集に携わったりした。1968年12月にルーカスの紹介により、コッポラの監督第5作目である、雨の中の女の映画制作に音響技師として参加することになった。この作品が、 マーチの名前が正式にクレジットされた最初の商業映画である。その後マーチはコッポラやルーカスと共に映画制作スタジオであるアメリカン・ゾエトロープの設立に関与、その中心メンバーとして活躍する。1970年代には THX1138、1971年アメリカングラフィティ、1973年カンバセーション登頂、登場。 1974年、ゴッド・ファーザ・ー》アパート、e ・ p E 1974年など、多くのコッポラやルーカス監督作品で音響技師を務め上げた。特に、カンバセーション、盗聴、登では、マーチは映画の音響のみならず編集作業、編集監督として、クレジットにも携わることに言った。この作品の完成に果たしたマーチの役割は、非常に大きなものであり、 映画評論家のピーター・コーウィーが彼のことを映画の共同制作者と呼ぶほどであった。1979年に公開された地獄の目視録でも、マーチは映画の音響技師兼編集技師として制作に参加した。この作品でマーチはマルチトラックレコーダーを駆使して映画のサウンドトラックを録音、映画制作に多重録音を導入した先駆者の一人となった。 その卓越した業績を評価され、マーチは同年度のアカデミー録音賞を受賞した。今日では一般的なサウンドデザイナーという職名で映画にクレジットされたのは地獄の目視録におけるマーチが初めてである。雨の中の女のサウンドミキシングの際、マーチが組合に所属していなかったため、サウンドデザイナーという肩書きを組合からの苦情ガれのためにでっち上げたというフランシー。 フォードコッポラの証言もある。1985年にはオズの魔法師の続編であるオズで監督デビューを果たすが、作品は商業的に苦戦し、また批評家たちからの評価も芳しくないものだった。後に、マーチは自身の孤独を好む性質が監督業に向いていなかったと10回している。この作品で監督と脚本を担当したのを最後に、 マーチは以前と同じように映画の裏方に専念することになる。公開当時は成功しなかったものの、現在その得意な世界観と美術を再評価する者も,もいる。1996年に公開されたイングリッシュペーシェントでは映画の音響と編集作業を担当、同年度のアカデミー賞で編集賞と二度目の録音賞を受賞することになった。この作品でマーチは、 アビットテクノロジー社が開発したノンリニア編集ソフトを編集作業で使用している。現在では映画のデジタル編集は一般的なものだが、マーチはコンピューターを用いた編集作業でアカデミー賞を受賞した最初の映画編集者である。マーチはその後もリプリー1999年、K1Q2002 年、コールドマウンテン2003年、 ジャーヘッド、2005年、コッポラの故障の夢、2007年など、数多くのは大作の制作に携わっている。2007年には、映画編集者マーチの思想に迫る、長編ドキュメンタリー映画、マーチが発表された。2009年、マーチは、コッポラの監督最新作である、テトロカコを殺した男の制作に参加。映画の編集と音響を担当している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。